はい、こんばんは。無事宿に着きまして、眩しいんだ、ちょっとごめんな。そしてついに来ました、これ、はい、5月に来て以来、厳島の赤鳥映ってるかな、これ肉眼でめちゃめちゃ綺麗だね。これ映ってますか皆さん。よいしょ、こんな感じ。すごい、海にポツーンと浮かんで、この鳥居も綺麗なんだけどさ、この海に映ってるこれね。うわー、よいしょ、こんな感じ、すっごい綺麗とかね、鳥居しか見えないね。他のところをこっちをぐるっと見ると、山にちょっとの塔がポワーっと、これねポワーっと見えるぐらいで、あっ感じの厳島神社の方は、あ、でも厳島神社も結構見えるね。とっちゃん疲れてるね。はい、というわけで、さしくん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、ホテルいいね。あ、見えなくなった。ゲストハウス三国屋。また後日またレポートまとめたいと思います。じゃあ、明日走るよ。雨降るだろうけど。じゃあ、どうも、ありがとうございました。